平野紫耀が女性ダンサーとのツーショット公開。ファンからの賛否両論。リーハタトップの関係に注目が集まる。2023年9月23日、元キングプリンスへの平野紫耀が自身のインスタグラムを更新し、ダンサーリーハタトップの親密なツーショット写真を公開しました。 この出来事は平野のファンと一般の人々から様々な反応を引き起こし、賛否の声が相次いでいます。平野のインスタグラムが女性とのコンテンツで初めてのことであり、それがファンにとってどのような影響をもたらすのか、そしてリーハタトップの関係についての不安が広がっています。平野仕様のインスタグラムでの成功。 平野紫仕様は、2023年の初めにインスタグラムアカウントを開設し、その後わずか数ヶ月でフォロワー数を急速に増やし、現在400万人以上のフォロワーを持つ人気アイドルであり、俳優です。彼は音楽、舞台、テレビ番組など多岐にわたる分野で活躍しており、その多彩な才能と魅力的なパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。 リーハタトップの親密なツーショット。平野仕様は最近、リーハタとのツーショット写真をインスタグラムで公開しました。この写真では、二人はお揃いのブランドの服を着用し、ポーズをとっています。平野はこの写真に、リビンウィズアットリーハタというメッセージを添え、その後のストーリーで、私服かぶってますしょう、とコメントしました。 この投稿はファンや一般の人々に大きな注目を集めましたが、それと同時に様々な反応も生まれました。ファンからの賛否両論。このツーショット写真が公開されると、平野のファンからは賛否の声が上がりました。一部のファンは女性とのツーショットに動揺し、女と絡むのやめて。しかもペアルックって、女性とのツーショットはきついです。だいぶ病んでます。 とコメントしました。彼らは平野が女性との親密な関係を公にすることに戸惑いを感じているようです。また、リーハタがシングルマザーであることについても不安視する声が一部のファンから聞かれました。リーハタとの関係に対する期待。 リーハダオを以前、キンプリ時代の人気楽曲、一番や月読みの振り付けを担当したダンサーとして知られており、そのダンスの才能が高く評価されています。そのため、彼女との再会が平野の新曲に関連している可能性についても期待の声が上がりました。 しかし、今回のツーショット写真が炎上し、一部のファンが不安を感じていることから、リーハタを仕事上の重要なパートナーとして認識している平野ファンからは、今回の炎上で関わりがなくなったらどうしてくれるのといった懸念の声も聞かれました。ファンの心配。平野仕様は多くの熱心なファンから指示を受けており、その中には彼との関係をリアルに恋をしている。 と表現すする人々もいます今回の炎上が彼の将来の仕事にどのような影響を及ぼすかはわかりませんが、ファンからの心配と期待が彼を取り巻く状況の一部となっています。平野紫耀のインスタグラムでのリーハタトップの親密なツーショット写真が賛否両論を呼び起こしています。 ファンからは女性との親密な関係についての懸念や期待が寄せられており、その今後について注目が集まっています。平野耀はファンにとって特別な存在であり、彼の行動や発言は多くの人々に影響を与えることがあるため、今回の出来事に対する反応は一層大きな注目を浴びています。